梅雨入りを前に、子どもたちが防災について学ぶ出前講座が竹原市の小学校で開かれました。竹原市の中通り小学校です。児童の前で防災について講座を行ったのは、人型ロボットのペッパーです。 大雨の災害や避難経路などを事前に確認しておく行動計画について、クイズなどを交えて説明しました。大雨が怖いものと改めて知って、大雨に備えようという気持ちになりました。主催した広島県は災害死ゼロを目指しています。今後もペッパーによる出前講座を県内の小学校で続け、防災意識を高めていきたいとしています。